はい、おはようございます。今日はね、またコメダのモーニングに来てます。今日はバレンタインデーの次の日ですけど、このゴディワとねコラボしたキュンハートっていう白ノワール食べたいと思います。あとは普通のねモーニングしょ、多分こっちがすごい甘いのでしょっぱいもの、あと米黒です。ということでいただきます。いただきます。甘い、あんまりチョコレートがないな。うん、甘さが強い。コーヒーはとね食べるとちょうどいい。コーヒータイム。今日はねアニバーサリーブレンドですね。カフェビータさんの。カフェビータさんね、あのすごいコーヒー美味しいですね。どれも美味しくて、またリピートしようかなとかねちょっと考えたりとかしてますね。まあ今ねちょっとコーヒー豆かなりいろんな方からいただいたりとか自分で買ったりとかした分がねあったりとかあるので、ちょっとねもうちょい減ってから購入しようかなとは思ってるんですけど、うん、リピートしてもいいかなっていうそういう感じです。ただ一個ね問題というか、これだけはね直してほしいというかなんかあるんですけど、あれなんですよね、代引き？代引きしかないんですよ、カフェビータさん。それがね、ネット引き落としにしてほしいなっていう。僕ね、全然、現金を今持ち歩いてなくて、ほとんど財布からなんですよね。ほぼ電子決済にしてて、TY ハーバーとかそういうね、レストランに行った時ぐらいに現金使うか、でも、まあカードで払うことも多かったりとかして、ほとんどね、現金使わないんですけど、代引きってなると、基本的にね、現金払いになるわけじゃないですか。なので、そこら辺だけがね、なんとかなんないですかねっていう感じですね。本当ね、もう特に今、ちょっと早めに入れよう。今って、まあコロナ禍で在宅になってから、本当外出ないから、ATM の前に立つことがほとんどなくて、だからもう本当ね、なんだろう、去年1年間で ATM の前に立ったのって、10回ぐらい、そのぐらいしかね立ってないんじゃないかなと思うんですよね。コーヒー入れ終わりました。もうほぼ現金と無縁の生活してて、で新500円玉とかが出たじゃないですか、新しい硬貨が出たりとかして、でそれ欲しさにねたまにお店で現金使ったりとかするんですけど、旧500円玉だけね財布の中溜まってくんですよね。500円玉手に入れてもそれを使う機会がほとんどないので、だ財布の中500円玉でパンパンになるっていうね謎の状況になってて、うん、まあもしかしたらこのままね新500円玉一度も手にしないまま次の新500円玉来ちゃうかもしれませんね。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、いい香り。うん、いや美味しいね。ちょっとコーヒー関係ないんですけど、こんなのをね買いました。これ何かっていうと、まあここで見てわかるようにね、これまあエコバッグなんですけど、前にもね同じやつ
まあ、同じようなやつね使ってたんですよ。あのコーディラっていう素材を使ったこれ C2 サミットっていうメーカーのねあのエコバッグなんですけど、これね 40g とか 50g ぐらいしかないんですよ。でこのね、でかさがめちゃくちゃでかい、もうこんなサイズ、こんなサイズなんですよね。でこれバッグの中に突っ込んでおく、まあ、すごいコンパクトになるので、これバッグの中に突っ込んでおけば基本的な買い物ってこれだけで済んじゃうんですよ。なんですけどこれね、さすがにね、これもう10年ぐらい使ってるんですけど、もう全然切れなくて、このコーデュラっていう素材めちゃくちゃ強くて、確かね、パラシュートとかの、 あの布のところで使ってるぐらい強い素材なんですけど、さすがにね、ちょいちょいその買い物して尖ったものとかが触れると、そういうところがね、避けるわけではないけど、ちょっと薄くなったりとかねしてるんですよ。でそういうところが結構多くなってきて、でこれ多分わかんないと思うんだけど、わかるかな、あ、ちょっと微妙にわかるな。結構広くでかくね、あのこういう傷になっちゃってて、まあさすがにもう10年使ってるから、まあまだあのバッグとかにね2つあってもいいかなと思ったんで、なんですけど、まあ新しいやつ買おうと思ってちょっと注文して買ってみました。微妙にね仕様が変更されてて、このねカラビナが最初からついてたりとか、まあこれは何かを支える用のカラビナではないですけど、カラビナがついてたりとかねしてて、まあこっちはね昔のやつはこんな感じのボタンでね止めるタイプだったりとかするんですけど、カラビナになってたりとかしててね、あの微妙な若干のね仕様変更があったりとかするんですけど、まあそれでもかなりね、あのまあいいものは長時間ね同じデザインでねやっていけるっていう感じで、これねほんと軽くて、あの持ち運びも便利で、でしかもものすごくでかいし、水とかにも強いので、あの洗濯機とかでねちょっと汚れたら洗濯機とかでも洗えるっていうぐらい、あの便利なので、ぜひね、あのなんていうの、買い物袋難民の人、まあ、いろいろ買ったけどなんかしっくりくるのないなとかいう人は、ぜひこれ C2 サミットのねこのショッピングバッグおすすめなんで買ってみてください。概要欄の方にねリンク貼っておきます。